はい、今日もあなたと百姓天国、本日は3月24日、はい、金曜日ね、収穫出荷日ではありますが、さあ三浦大根のカットをね出していきましょう。おそらくもう今週、そして来週で終わりかな。あんまりやっぱり長くは引っ張れない感じですよね。はい、やっぱりこっちあったかいね、あったかいから分だけね。さあここの隣がね、これ綺麗にしたところね、ここに最後の人参が4月の10日前後ね、品種は紅葉2号ですね。この8月を狙ったいわゆる葉ざかき専用品種ですけども、ここにね、マルチ張って最後にね春人参夏に収穫できるように狙ってまくわけですけど、ここはね耐熱マルチ1本だけかけてないんですよね。なのでここは除草が必要なんですね。だからまあせっかくね研修生がいるのでね、やっぱり春人参の除草っていうのは一回体験させてあげたいなと思うわけです、ね、だって多分自分がやるようになったら除草せんといかんわけですからなのでね一本だけ残してあるんですけど、ただね、例えばもう今3月の終わりでしょ、で4月入ってね太陽熱をかけてもいいのかなと思うんですよね。10日間ぐらいね、だからそれだと多少はね草を抑えられるのかなというふうに思いますので、引っこ抜けない、巣が入ってるこれね、よいしょよいしょ、あこれダメね、ね黒くこうやってシミが出ちゃってるのもありますからね、全部は使えないですね。これはいけるね、よいしょ、よいしょ、抜けないや、でかくて抜けない、あーこれいいね、いい大根だ、よいしょ、はあ、よいしょ、ね、あの辺よく出てますね、人参ね、結構がっつり雨降りましたからね、ね、よく出てますね、予定通り雨が降りましたからね、
でやっぱりこいつが出てくるね、これね。これが何なのかよくわかんないですけど、これね、雑草じゃなくてこれ多分何か栽培していたんだと思うんだけどね。これは残念ながらおそらく深いところに種があるので太陽熱マルチが効かないですよね。これはだから何回かこうやって取らなきゃいけないんだろうとは思うんですけど、まあでもこれぐらいならね、さっさっとこうやって見ながら取ればいいので大丈夫だと思います。次人参ですね。ここもね、太陽熱マルチかける場所なのでね、ちょっとこまめに雨が降りましたがトラクターかけなきゃ、来週ね、関東から帰ってきてすぐトラクターかけないとダメですね。6月ね、6月1日にはもう太陽熱マルチをかけなきゃいけないですから、4月入ったらあと2ヶ月しかありませんのでね、こういう残差とか全部ね、こまめにこまめにトラクターかけてね、全部なくしておかないと。でぬかをねぶちまいて、ぬかのみですから、でおそらく今年ねぬか入れてもう来年からは無肥料栽培に、移行できると思いますね。でかすぎるってダメなんですよ。ちょっとねでかくなりすぎちゃったらね、この人参ね。これ坂田の紅盛りですね。僕はずっとこの紅盛りをね最後使ってましたね。いい品種だと思います。おすすめですね。美味しいですよね紅盛りね。どうですか。昔はね武功っていう品種をよくね使ってましたけど、今はもう紅盛りですね。越冬は紅盛りを使ってますね。越冬の品種で何かおすすめありますかね。前ね、千葉北総大地にいたでしょ。あの辺ってまあ栽培盛んなんですよね。まあ人参なんかもね。で、あの辺特有の北総大地限定の、まあ多分その地元の農家さんとメーカーさんが協力して開発した、要するに名前のないね、S なんとかとか S51 とかいろいろそういうこう新しい品種で名前が出る前の段階のやつあるじゃないですか。その地域に北総大地に合わせたあのサラサラの土のね専用品種みたいなやつをどうだいって声かけてもらってね、1万株ぐらいですかちょっとね購入して作ってみたんですよ。そしたら全然大きくなんないんですよ。全然大きくなんない。で要はね、農薬と化成肥料がないとでかくならないんですその品種は。そんなある。びっくりしたね、マジでっていう感じでね、本当にびっくりしました。全然大きくならなくてね、なんでだろうと思ったら、なんかそういう化成肥料だからもう決まってるわけですよね。もうこれぐらいの畑の広さに関して化成肥料はこれを入れてっていうのでね、でそれで除草剤化成肥料でうまく作るみたいなね、そういう品種マジでとね。だから全然僕ね何も入れずにこういつもの通りやったら、他のその普通の人参に比べて全然大きくならないですよ。びっくりしてね、新しい専用品種だからできるもんだと思ったのに、あれはねびっくりしましたね。後にも先にもそんなことはなかったな。あれ結構前の話、10年ぐらい前の話ですね。結構ね前に出た地域は本当に盛んなのでね、農業がね。なんせ僕は大栄っていうところにいましたけど、大栄のさつまいもの品種は
この辺のスーパーでも春に並びますからね。隣の S さんがね、シェアを抑えてるやつだってね、もしかしたら隣の S さんの、僕の隣の畑からここに送られてきたさつまいもなのかなとかね、思ってましたよ。すごいですよね、そういう意味ではね。だから観光栽培の人ってやっぱすごいですよね。とにかくこの時期は、この時期はあのね、あの何月はほぼ全国のスーパーのどこどこ抑えるんだみたいなね、僕らみたいな小規模のやってることとは全く違いますよね。さあもうこれでね、人参はほぼ秋冬はほぼ終わりですね。3月の24ですよね、はい、予定通りです。3月いっぱいでだいたい終わりなのでね、量的にもなんとかギリギリね持ちましたね。もうこんだけですから、これこのままもうすき込んでしまいますので、はい、秋冬が終わりましたね。ほぼ終わりですね。これから春が来ます。そして夏ですよね、これからズッキーニ、そしてかぼちゃ、かぼちゃね、来週頭植えたいですね。本当は今週末植えられるかなと思ったらもうやってる時間ないですね。はい、夏が来ます、春が来ました、そして夏が来ますよね。4月頭からもうね、どんどんキュウリ、キュウリの一発目、ね、植えていって、穴開きトンネルどんどんね、だから、またトンネル栽培ね始まりますね。今度はだから春のトンネル栽培じゃなくて夏野菜のトンネル栽培ね。かぼちゃ、ズッキーニ、この辺はほぼ全てトンネル栽培です。はい、キュウリもそうですしね、みたいな感じで、これからまた釣り竿農法がどんどん来ますね。よいしょ、はいはい、しんど、はあはあ、さあそんなことで大根と虹ね、根菜類の収穫をしている百姓農園の動画でございました。さあさあ、はいはい、それでは。